ちは、ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、弾いてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。今回はどんなことをやるかと申しますと、ちょっとギターの練習をやってみたいと思います。歌はなしです。何の曲とかでもないです。どんなことをやるかと言いますと、ここにちょっと見えてますでしょうか、この MTR という録音機材、これにあらかじめドラムのドラちゃんを、12ビートで12小節どっかで聞いたフレーズじゃありませんか、はい、ブルース調に、12小節録音してあります。というか打ち込んであります。というか、パターンをただ12個並べてあります、はい、でそこに僕はあの Am キーで、伴奏をまず入れます。そしてそれに合わせてあのこのギターで Am のキーのフレーズを簡単に、フレーズとまで言わないまでも Am キーの音を鳴らすような感じで、弾いてみたいと思います。弾くっつっても、別にメロディアスにならないかもしれないしなんですけども、結構いい感じのになるわけですよ。それをまずちょっとやってみて、で弾く場所 Am のキーはここですよっていうのをだいたい 1,2,3,4,5 6フレット分ぐらい、5フレットから6フレット分ぐらい使って、お伝えします。で今度僕は伴奏をドラちゃんに合わせて弾いたやつをただそれだけを流しますんで、今度は皆さんに好きなようにそのお伝えした場所をこうの音を鳴らしていただけたらなぁなんて、そんな練習をやってみたいと思います。はい、では Am キーの場所をお伝えします。ここにドがありますよね。5弦の3フレットシラソラ、5弦の開放からじゃなくて6弦の5フレットからお伝えします。ちょっと形で見てください。近寄ります。シドレミファソラとなっております。まずここに一塊がありますね。でここから、4弦の7フレットからまた同じ形で同じ形じゃだとここに行きそうな感じですが、2弦と3弦の間には半音差がありますので、半音低いんですよ、この細い弦ここと比べて。ですから半音1フレット上げます。こっちに行きそうですがこっちに行ってください、行ってください。ドレミファソラシドに聞こえますよね。ドレミファソラシドはこっちです。それと同じ形を6弦の、5フレットから並べると
この辺まで行きますか。これが、A マイナーキーでございます。そして、これを、まあ、ラシドレミファソラと言わずに1234567 8、ここで完全8度、ここと同じ音です。でこれを度数1度2度3度4度5度6度7度完全8度と度数で数えて、この1度目の音、ラの音から数えて、2、3、4、5、の前、2、3、4、4度と5度がなんかおかしいなと、4度と5度、これがドレレの音で、キーに直すと D マイナーになって5度の音が、ミの音ですから、それを和音にすると E マイナーコードになるわけです。でこの3つの、コードを3コードって言いまして、 A マイナーコード、そして4度目の D マイナーコードで、5度目の E マイナーコード、この3つを使って12小節、ドラちゃんに合わせて伴奏していきます。で、あらかじめちょっとここに書いておきましたが、この、1234 4312と12小節、伴奏はこの形で弾きます。A マイナーコード、D マイナーコード、A マイナー、A マイナー。これで4小節。で、次が D マイナー、D マイナー、A マイナー、A マイナー。これで8小節。で、次に1個だけ E マイナーが入って、D マイナー、A マイナー、A マイナーで締めると。この12小節で、まずは伴奏を入れてみます。はい、それでは、この A マイナーの伴奏を12小節こっちの機械に入れてみましょう。あとで、皆さんにこのこっちの、はい、ギターのやつをお見せしながら、伴奏を流しますんで、それに合わせて、弾いてください。はい、じゃあまずは伴奏を取ります。どうやって撮ればいいのか。このマイク、今から聞こえなくなります。ですから、僕が喋ってても聞こえないんで、どうすればいいんだろう。こっちの機械が、カウント取りますから、カッ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 みたいな。はい。テンポは85です。多分。では、僕のマイクは絞ります。もう聞こえないでしょ。聞こえんのかな。ちょっと聞こえますかね。何で入ってるの。よくわかんない。じゃあ行きます。
はい、で聞こえますね今度は、はい、では、この12小節のジャンガズチャンザカッザチャッツチャーンみたいなのに合わせて、先ほどお伝えしましたこの A マイナー A マイナーキーの、場所でちょっと音を鳴らしてみましょう。はい、では今こっちに録音しました。A マイナーキーの伴奏バックにこのA マイナースケールを弾いてみたいと思います。では行きます。なんかこんな感じでいかがでしょうか。なんか無理やりこうこじつけたような感じですけども、まあなんとなく、まあなんとなくは聞こえたんじゃないでしょうか。今だって言ってこのボタンを押しちゃダメですよはい、まあ適当にちょっと行ったり来たりしてみました。今度は先ほどのこの伴奏を使って今流しますんで、今度は皆さんがこの行ったり来たり行ったり来たり運動をやってみてください。いいリハビリになると思いますそれではどうぞ。というわけでございまして、 A マイナーキーを使って、ギターフレーズを弾く練習でございました。まあこの12ビートの伴奏を何度かこうそれをバックにちょっとスピーカーかなんかにつなげていただいてもいいですし、一人じゃできませんからね。はい、伴奏もメロディーやフレーズも一人じゃできませんか。このバックを何度も使ってやってみてください。はい、A マイナーキーのギターの練習でございました。この動画を初めてご視聴くださいました方は、なんかヘンテコリンな動画じゃんみたいな思ったかもしれませんけども、まあそんなヘンテコリンな動画でございますまだチャンネルちょんまげじゃねえちょんまげ登録って何ですかちょんまげ登録とかなさってないと思いますので、これを機会にぜひちょんまげ登録をポチッと押しといてください。そうしますと僕はまたこんな変な動画をアップしました時に YouTube からお知らせが参りますので、一つチャンネル登録とベルのボタンよろしくお願いいたします。
あとまあ面白かったよみたいな感じで思ったらグッドボタンを押しておいてください。よろしくお願いいたします。ほんでは今回はこれで終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。ゼロからギター見て弾けたならチャンネル